こんにちは。私は DC アドバイザリーのアシスタントのナタシャ・カイと申します。よろしくお願いいたします。皆さんはブレグジットについてどのようにお考えですか？昨年の6月にイギリスが欧州連合 EU を離脱するか否を問う国民投票が行われ、その結果イギリスは EU を離脱することになりました。私はその結果にとても驚きました。さて本日私がお話しするテーマはブレグジット後も日本の企業や投資家はイギリスの企業と買収やイギリスの企業とのギャップを続けるだろうかということです。私が勤めている大和証券の子会社 DC アドバイザリーは M&A 買収とギャップなどについてアドバイスをしており、日本企業の海外ビジネスや M&A 動向を接する機会が多くあるので、今日私の業務に関連する2つの点についてお話したいと思います。1点目は日本とイギリスの商取引関係についてです。日本とイギリスの関係を振り返ると、両国は長い期間にわたって強固なビジネス関係があります。400年ぐらい前に両国の間で貿易が行われていました。どちらも島国なので、文化的にも日本とイギリスは実は似たような点があるではないでしょうか。話を現在に戻します。日本が EU に投資した金額の位置、イギリスに投資した金額の割合はどのぐらいになると思いますか？2015年のデータでは日本が EU に投資した金額の半分をイギリスが占めていました。またファイナンシャルタイムズによると、ブレグジット当国民投票以降、アジアで一番積極的にイギリスの企業を買収した国は日本だそうです。そのような統計がある一方で、私の周りからは日英のビジネス関係は今後どのようになるのかを心配する声が多く聞こえます。また日本政府はブレグジット当国民投票の結果を受け、イギリスとの貿易リスクに関する15ページに及ぶ文書を発行しました。その中で具体的な懸念や要望が列挙されていました。日本にとってイギリスは4番目海外投資先です。イギリスにある企業の位置、イーセンシャホールドは日本の投資家が所有しています。これまでに築いた両国の信頼関係をより強くするためにも、イギリス政府は日本政府と企業が持つ懸念に耳を傾けるべきです。2点目はブレグジットの国民投票の結果と M&A 活動の関係についてです。ブレグジットと国民投票以降、イギリスにおいて日本企業による大きな買収が複数行われました。日本の投資家はイギリスの企業の制度や法律などについてよく分かっているでしょう。ポンドも安くなってますので、EU 離脱後の将来像 が不透明でも、現在は日本企業にとってイギリス企業の買収はとてもいいタイミングなのではないかと私は思います。昨年の夏には過去最大の日本企業によるイギリス企業の買収が行われました。日本のソフトバンクがイギリスのスマートフォンチップデザイナーである約 3.3 兆円で買収しました。この取引は日本とイギリス双方にとって非常に大きな影響があるものなので、なぜ国民投票の後で行われたのかと不思議に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。最初私はブレグジットによってポンドが安くなったが一番である
と思いましたが、ソフトバンクのソン CEO は、ポンド安が理由ではなく、ARM の技術力がソフトバンクにとって価値があるものだからだと言いました。また、もう一つの興味深い取引が昨年の12月に行われました。アドバイザーは私の会社だったですが、ナゲタニアンという有名なインスタント食品会社が、イギリスのチョーサフーズを約1ミリオンポンド以上で買収しました。ナゲタニアンは250年以上歴史がある会社ですが、ヨーロッパへの投資は今回が初めてでした。ブレクジット決定後にイギリス企業の買収を実行したのは、経済的な不透明感を心配するのではなく、ヨーロッパにおける事業展開を推進するためでした。お茶漬けが私のうちの近くのウェイトローズでも販売されるよう願ってます。現在の投資活動をEU 離脱後も継続されるために、ブレクジットによる変化がどのようなものになるのかをイギリス政府は検証する必要があります。将来の不透明感は日本企業の投資の意思決定において大きなリスクとなります。イギリスの制度や法律が劇的に変わってしまえば、日本の企業も困る可能性があるでしょう。今後の EU 離脱後の法整備次第では、M&A 活動は停滞するのではないかと私は思っています。実際にイギリスの EU 離脱決定の結果を受けて、多くの企業が M&A の戦略を見直しています。イギリスは民主主義の国ですから、今回の国民投票の結果は受け止めざるを得ないでしょう。だからといって、必見的になるのではなく、今後、どうすれば今と同じか、それ以上に日本を含む海外からの投資を増やすことができるのかをよく考えるべきと思います。変化が新しい流れを生むように、ブレクジットをビジネスチャンスと捉える日本企業もあるでしょう。イギリス政府は結果を悲観的に捉えずに、大きな転換点として前向きに行動するべきだと考えます。現在は暗く先の見えないイギリス経済かもしれませんが、イギリス政府が周囲からの声に耳を傾け、今まで以上にイギリスを良い国にしてくれると信じています。そうすることで、日本企業もイギリス企業もこれまで400年以上に続いた信頼関係を今まで以上に強固にできると信じています。ありがとうございました。ナターシャさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こうブリクジットっていう言葉は今本当に皆さんに響く言葉なので、大変興味深く聞かせていただきました。ナターシャさんはどこで日本語を学ばれたんですか？そう、大学の後で日本に引っ越して、日本に住んでる時自分で勉強しました。自分で勉強されたんですか？はい。日本に住んでた時に一番好きだったことは何でしたか？たくさんこと大好きでしたけど、多分人はすごく優しかった、もちろん食べ物もすごく美味しかったです。お酒に住んでましたから、お好み焼きはすごく好きでしたどこのお好み焼きが一番美味しかったですか？ごめんなさい、どこのお好み焼き屋さんが美味しかったか覚えてますか？私のうちの近くのお好み焼き屋さんありがとうございました。お話の中でブレクジットの国民投票の結果で大変驚いたという話でしたけども、ナターシャさんはブレクジットに反対してたわけですか？ああそうですね、私もちろん Remain でしたけど、もちろんね、結果は、そうです、
しょうがないでしょう。しょうがないですね。あのブレグジットの後も日本企業は大きな投資を続けているという話ですけども、あのまだブレグジットがあの起こったわけでなく、まだ交渉段階って交渉が始まる前の段階なんですけども、まあ、ブレグジットが決まるのは2年後としても、2年後もやっぱり日本は投資、日本からの投資は続くと思います？はい、そうと思います。多分 前からのいい関係は強いと思いますから、今から、うん、強く、もっと強くなりますと思います。あの特に金融関係の仕事はなんかヨーロッパに行くんじゃないかという噂があるんですけども、例えばナターシャさんが勤めてる会社はヨーロッパに移すっていう、そういう話はないですか？ごめん、質問は何ですか？え？ごめんなさい、質問。あのね、あの特にブレグジットで金融関係が非常に困ってると、はいはい、それで金融関係の中にはあのロンドンじゃなくてヨーロッパの方に、はい、拠点というかあのベースを移すという企業が多いんですけども、あ、はいはい、ナターシャさんの会社はそういうことはないですかね？あ、ないと思いますけど 100% じゃないですね。ちょっとチャンスありますね。多分言いにくいと思うんですけども。あのあとあのブレグジットは要するに変化であると、変化の時代であると、だからこれがいいビジネスチャンスになるんじゃないかという話でしたけども、うん、そういうビジネスチャンスっていうのはあのそれを仕事、その助けをするのも那須田さんの仕事なわけですか？ごめんなさい、ビジネスチャンスだからもっとイギリスに投資してほしいとか、あの買収も含めてもっと日本とイギリスの関係をあの強めたいというのが、それもナターシャさんのお仕事の一つですか？はい、そうです。そう、実は私のチームは Japan Asia Focus Group で、そう、日本とイギリスの M&A について相談を受ける会社、そう、もちろん私たちの会社にとって非常に大切なものでしょう。その日本はイギリスに投資したくなくなっちゃったら私の会社は仕事がないでしょ。失業しますので困りますね。わかりました、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。